鈴木茂康鈴木茂康9月1日から1957年6月1日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。旧加賀藩士陸軍大尉鈴木智康の次男として生まれる。名古屋陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て1905年3月陸軍士官学校を卒業、翌月。 不評少尉に任官し不評第35連帯付となる。1912年11月、陸軍大学校を卒業した。参謀本部付勤務、参謀本部員、品中在、参謀本部付、第十二師団参謀、陸大教官、参謀本部員、不評第34連帯付ポーランド公使官付部官、県ラトビア公使官付部官、参謀本部課長、 この F 表第1連隊長、陸大教官などを歴任し、1933年3月、陸軍少将に進級。陸大教官、参謀本部第4部長、同第1部長などを歴任し、関東軍令下の独立混成第11次団長に就任。露光橋事件後に動員されしな中東軍の戦闘序列に入り、諸作戦に従軍。 1936年12月、陸軍中将となった。参謀本部付、陸軍奈良市の学校長を歴任し、1938年12月、予備役に編入された。1941年12月、自動車統制会長に就任した。ありがとうございます。